皆さんこんにちは。今回は海王石の相撲人生とその陰で支え続けた西脇さんについてお話ししたいと思います。西脇さんは17歳から22歳まで女子プロレスラーとして活躍しました。アグレッシブな試合スタイルで人気を博し、ライバルとの名勝負は今なお語り継がれています。プロレス時代の西脇さんは類稀なる身体能力と圧倒的な存在感で観客を魅了しました。赤鬼の異名を取るほどの活躍ぶりだったそうです。得意技は高角度のボディープレスからの抑え込み、豪快かつスピーディーな技の連続に会場は熱狂の渦に包まれたものです。特にライバル選手との一戦は女子プロレス史に残る名勝負として知られています。30分に及ぶ死闘の末、西脇さんがギブアップを奪い勝利を収めました。試合後のマイクパフォーマンスでは、私が一番強いことを証明しました、次は世界のベルトを巻くわよと宣言、挑戦者としての姿勢を貫き通す西脇さんに観客は心酔したのです。そんな西脇さんが引退後に結婚したのが当時幕内力士だった海王石でした。おっとりとした性格とは裏腹に、土俵上では豪快な相撲を取る海王石に西脇さんは惹かれていったのだそうです。しかし結婚当初から西脇さんは海王石のケアに専念せざるを得ませんでした。腰痛を抱えていた海王石のため、無駄な動作を控えさせ細心の注意を払って世話を焼きました。電球の取り替えすら任せられない状況だったそうです。家事はもちろん外出もほとんどできない毎日。西脇さんは女子プロレス時代とは打って変わってひたすら献身的に夫の生活をサポートしました。買い物に連れ出すこともできず、ソファで寝ようものなら布団で寝るよう促すなど海王石の体調管理に徹していました。一般的なデートどころか一緒にショッピングに行くことすら叶わなかったといいます。海王石を大事にするがゆえの行動でしたが、さぞかし寂しい思いもあったことでしょう。それでも西脇さんは横綱になるまでは支え続けるという思いを胸に日々の生活を送っていたのです。その甲斐あって海王石は順調に出世、ついに大関まで上り詰めます。横綱昇進まであと一歩のところまで迫りました。その間も西脇さんは懸命に夫を支え続けます。デートといえば治療院と病院だけ、毎日のように夜遅くまで付き添い、マッサージ後は大きな体に湿布を10枚以上も貼り、栄養管理のため人参ジュースを作るのが日課でした。西脇さん自身の両親からも栄養満点の人参が送られてくるなど、海王石を横綱にするために家族全員で戦っている状況だったのです。そんな献身ぶりに海王石は、妻の代わりはいくらでもいるが俺の代わりはいないと西脇さんの存在の大きさを実感していたそうです。まさに二人三脚、西脇さんの支えがあってこその活躍だったのですね。とはいえ結婚生活は順風満帆というわけではありませんでした。引退相撲の準備期間中には2度の離婚危機も経験しています。引退相撲は教会や部屋ではなく夫婦で興行を打たなければなりません。チケットの手配から広告宣伝、当日の運営に至るまで全てを担うのです。1年がかりの準備期間はプレッシャーの連続。西脇さんはもうやってられないと家を飛び出したこともあったそうです。一方の海王石も水面下で引退後の人生に不安を感じていたのでしょう。家を飛び出したこともあったとか、周囲から引退相撲あるあると言われるほど夫婦仲がギクシャクするのは珍しくないのだとか、それだけ重圧が大きいのです。それでも最終的には1万人の台海王コールを目指して二人三脚で乗り越えていきます。当時を振り返り西脇さんはこう語ります。本当に大変な1年でした。それでも諦めないことが大事だと学びましたね。お客さんの期待に応えるためにもどんなことがあっても最後までやり遂げる、そういう意味ではプロレス時代に培った精神力が生きたのかもしれません。そしてついに迎えた引退相撲当日、満員の国技館から聞こえた海王コールに西脇さんは思わず涙したといいます。奮闘の末に開催にこぎつけた引退相撲、無事に終えた後には高級腕時計をプレゼントしてもらい、苦労が報われた瞬間でした。その腕時計は今でも西脇さんの宝物だそうです。引退後だんだんと普通の夫婦生活を送れるようになっていった2人、ようやくデートやランチを楽しめるように。しかしそこで西脇さんが乳がんに見舞われます。ステージ1の初期ではあったものの、海王石にとって西脇さんを失うかもしれない恐怖は計り知れなかったでしょう。あれほど献身的に支えてきた妻が命の危機に瀕しているという現実、
海王石の動揺ぶりは想像に難くありません。検査で異変が見つかってから手術まで、海王石は付きっきりで西脇さんを支えます。心配で心配でたまりませんでした。それまでは妻に頼りっぱなしだったのに、初めて私が妻を支える番だと覚悟を決めましたね。そして時には家事もこなすなど、これまで以上に妻を大切にするようになったそうです。掃除も洗濯も自分でできる範囲でやりました。妻の代わりはできないけど、せめて負担は減らしてあげたいと。おかげさまで西脇さんは無事に回復、術後の抗がん剤治療も乗り越え、今では再発の兆候もないそうです。あの時は本当につらかった。でもあれがあったからこそ、夫婦の絆がより深まったような気がします、と西脇さんは振り返ります。現在は二人三脚で部屋の運営に携わっています。おかみの仕事は大変そうだと世間では思われがちですが、西脇さん曰く現役時代の夫のサポートに比べれば楽だとか。もう比べ物にならないですよ、笑。むしろ弟子たちに可愛がられて幸せです。母親のような存在として慕われる一方で、弟子との適度な距離感も保っているあたり、苦労を乗り越えてきた西脇さんらしい振る舞いと言えるでしょう。巷ではおかみの仕事はワンオペ状態で大変だとよく言われます。朝早くから晩遅くまで、食事の支度に洗濯、掃除に稽古付きと、休む暇なく働き続けなければならないイメージが強いのです。しかし西脇さんはそうした世間のイメージとは裏腹に、今の生活をとても楽しんでいるようです。みんな想像以上に自立していて、ある程度のことは自分たちでやってくれるんですよ。だから私は時々口を出す程度で十分なんです。とはいえ常に気を配っているのは間違いありません。年下の弟子が集う男社会の中で、母親代わりとなって采配を振るうのは骨の折れる仕事。そこはさすが女子プロ時代に鍛え上げた精神力の賜物でしょう。一方で弟子たちとの交流も大切にしています。みんなほんと可愛いんですよ。時々、女将、今日の稽古どうでしたか？なんて聞いてきてくれて、もう母親としてしか思えないですもん、と目を細めます。眼鏡をかけている弟子が多いことから、まるでミニオンズみたいとも評しており、和やかな雰囲気が印象的です。そんな二人の絆の深さは相撲部屋の雰囲気にも現れています。 YouTube で公開されている部屋の様子からは、アットホームで温かな空気が伝わってきます。もちろん厳しい指導が行われているのも事実。しかしそれ以上に人情味あふれる関係性の深さがうかがえるのです。海王部屋の温かな空気は紛れもなく親方夫婦の人柄の表れ。投稿された動画の反響を見ても、結束力が素晴らしい、こんな雰囲気の部屋なら入門したい、など好意的な声が多数寄せられています。その一方で、日本相撲協会では海王石の新たな役職が決定しました。九州場所担当部長です。福岡県出身の海王石は地元での人気も高く、九州場所を大いに盛り上げてくれることでしょう。就任会見では九州場所の宣伝をして、皆さんに足を運んでいただけるよう努力したい、と意気込みを語りました。子供の頃から九州場所のファンだったんです。今度は運営する側になれて光栄ですね。精一杯九州場所を盛り上げていきたいと思います。九州場所をより多くの人に知ってもらうことが使命だと語る海王石。地元開催だからこそ相撲の楽しさや魅力を存分に伝えていきたい、と抱負を述べています。具体的にはファンとの交流イベントを増やしたり、学校への出前授業なども積極的にやっていきたい、と展望を語りました。さらに次期理事長候補としても名前が挙がっています。横綱までは届かなかったものの、理事長となれば立派に相撲界のトップに立つことになります。理事長はいわば相撲界の顔。そんな大役が務まるとは思っていませんでした。ただもし就任が決まったら、これまでの経験を生かして全身全霊で協会の発展に尽くしたいですね。長年の実績と人望があってこその大抜擢。あの苦しい時期を支え続けた西脇さんの献身あってこそだと言えます。事実妻を亡くしてからというもの、海王石は妻への感謝を公の場でも口にするようになったそうです。私が今こうしていられるのは全て妻のおかげだと思っています。支えてくれた分、私も妻を一生大切にしていきたい。彼女なしでは今の自分はありません。互いに感謝し合える関係性が二人の絆を一層深いものにしているのでしょう。最後にお二人の今後の展望を聞いてみました。まずは九州場所を成功させることですね。そして
理事長になれたら相撲界の未来を見据えた改革にも取り組みたい。妻と共に精一杯頑張っていきます。夫を支えることが私の生きがいです。これからも伴侶として、親方夫婦として、時に厳しく時に優しく、二人三脚で相撲界を引っ張っていけたらと思います。お二人ともまだまだ相撲界の発展に貢献していく意欲にあふれていました。まさに理想の親方夫婦と言えるでしょう。順風満帆な日々だけでなく、苦難を乗り越えてきたからこその強い絆。海王部屋にはそんな夫婦の姿が如実に現れているように感じます。二人三脚で築き上げてきた信頼と実績は、これからの相撲界を担う弟子たちの指針にもなるはずです。温かく時に厳しく、もがく弟子たちを導いていってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた。